はい、皆さんこんにちは、ちでございます。大公開依頼2やっていきたいと思います。まずセーブしときましょうか。さあ、音が変わりましたね。音はね、このゲーム音楽は売りだと思いますんでね。なんで左押しの右行くんだと思ったらここにマウスがあると。さあ、9時40分、アイテムが欲しいのでアイテムをまず探しましょうか。今一番欲しいのはアイテムですね。アイテム屋はないね。これはスナックだね。スナックは別にいいですね。もうこんだけか。アイテム屋はないね。ないので出ていきましょう。今のとこなんちゃらジュースっていうのは使う機会がないですね。港どこ？出港するところはターミナルはこっちか。よいしょ。これ橋あるんだけど何かあんのかな。ないね。桟橋か。そうだね、もうこういう感じだね。さあ、じゃあ補給系ましょうかね。マックス、はい。で、これも、マックスで、はい。じゃあ行きましょう。はい、出航しましょう。さあ、これどうなんだろう。76日。あ、そっか、人数減ってんだ、思い出した。なので、スナック行かないといけないんだね。はい、先ほどおりましょう。5本でどう。キーボードが死んでると。お、あんた結構有名な冒険家ジョン・フェリローじゃねえか。ところであんた、とアンボイナッコ、わかりませんね。あ、そこじゃナツメグが有名だよと。アイスフやと言いましょうか。何も言わないんでね。たった18人、足んないよ。まあ、仕方がないか。とりあえず最低30人にしましょうか。でもあれだね。いやいや、30人にして、こっちちょっと物見が足んなくなっちゃいますけど、でもこれ物見が足んないのはちょっと怖いね。31人しかできない。23名で物見が7名いるんで、いいでしょう。仕事はね、提督が、私がね、結構レベル高いので、多分速度はそこそこ出せる気がします。で、次の、ところに行って、また補充しましょうか。たった18人。いや、うちの、副長さんが何も言わなかったから、いけるぐらいかなと思ったんですが、やっぱ甘いですね。ここも東南アジア地方なんですね。61日公開できます。さーてと、よいしょ。何も動かないから、よいしょ。で、こっちに来たんで、これはもう東南アジアに入ってんだね。はい、バンカ港。じゃあバンカ港寄ろっか。はい。はい、バンカ港寄りました。ここでまたね。そうか、12人でしょ。27人には全然足らないね。おごりましょう。もう10にしときましょうか。はい、お、あんた結構有名なと。気が向いたら行ってみなと。さあ、たった10人。でももう満タンなんだ、よかった。はい、これで、寂しいね。はい、これでまた元の状態になりましたね。いやー、なかなか大変だ。
さあ、じゃあお次は、どこ行くんだ、どこ行くんだ、どこ行くんだ。アイテム屋さんが見当たらないんで、あ、まあちょっと商店入ってみましょうか。ここでコーヒーは高く売れるとは思わないけどね。あんなもんヨーロッパでしか売れない気がするんでね。うん、5だってコーヒーが。じゃあ購入は？あー、胡椒がさん。あ、胡椒がさんは化けるね、これ。胡椒は化けるんじゃない？胡椒どこ？あ、ブリストルで141しか売れない。3が141。140。あ、コーヒーには勝てないね。コーヒー300あるもん、利幅が。そうだね。まあまあ一応書いておきましょうか。胡椒が3で、ここは、バンカ湖。バンカ、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 バンカ。はい、じゃあ行きましょうか。で、で、一応セーブしときましょうか。いや、ほんとセーブはね、こまめにしとかないとね。まあ、集落で襲われたぐらいだったらいいんですけど、集落で襲われたぐらいだったら全然いいんですけど、ねえ、嵐はほんとダメだから、出港しましょう。はい、約53日間ね。さあ、日本寄りたいんですけどね。まあ日本も台風とかあるから嵐とか来るのかな。ねえ、現行では神風みたいなのありましたからね。ここが大陸はどこなのか分かんないね。東南アジアの島なのかな。あ、島っぽい感じはするね。まあ、あんまり陸地舐めなくてもいいよね。もう結構物見がちゃんといけてるんでね。ああ、でこうなんのか。集落を発見しやした。またね。よいしょ。なんとなく使い方が分かってきた気がします。よいしょ。ああ、しまった。ああ、時間が経つ、時間が経つ。ああ。これ縁でしょ、ここ縁なので、後ろをクリックしちゃったらね、フォーカス外れちゃうんで、もう触るのに時間がまだかかっちゃうんで、ね、後ろがね、ちょうど私この後ろをね、OBS スタジオってログがアプリにしてるんで、ちょっと超えちゃったらログがアプリの方にね、行っちゃうので、まあどうでもいい話でしたね、ごめんなさい。セーブですね。見てる人はね、もうセーブなんかあったらロードし直して面白くないなと思うでしょうけど、私もね、もうちょっとまともなゲームだったらね、それでもうなるべくやり直しはしないようにするんですけど、これちょっと無理ですね。もうこれはもうご勘弁ください、本当に。このゲームは無理だわ。あー、もうとんでもないんでね。じゃあ上陸しましょうか。よいしょ。はい、集落上陸しますと。で、艦隊しましょう。はい、有効どこになって彼らも協力してくれると何も見つかりませんでした。襲われなかっただけでも滅鬼門だよね。滅鬼門です。はい、で、今度こっちだね。あー、ちょっとね、家でちょっとお酒飲んでんでね、久しぶりですほんとね。実況中にお酒飲むっていうのは本当久しぶりのような気がしますね。私も家でお酒飲まなくしてからもう1年経ったような気がしますね。あ、経ってない、まだ。あ、去年の9月、まだ1年経ってないか。はい、賃金もう、でも慣れましたよ。もう家で飲むっていうのはもう全然。ただ外で飲むのはね、まあ今度また飲みに行くんですけどね、14日の火曜日だったかな、飲みに行くんですけど、友人とね。外で飲んじゃうとね、もう歯止め効かないからね。これだけは。あ、ハノイか。はあ。で、こうかな。ハノイってどの辺だっけ？ Google マップで見た方がいいね。
ちょっとGoogle マップ見てみましょう。マップでね。よいしょ。ハノイってどこですかと。ハノイと。あ、ベトナム。あー、なるほど、こうなってんのか。あー、香港まだまだだわ。あ、ほんでマカオがあってね。え、マカオもイギリス領なんでしたっけ。あー、ちょっともう通り過ぎていくか。ただ香港越えたら次台湾ね。あ、ザイトンで、はい、あ、今の人たち台湾かな。台湾のような気がしてきましたね今の。あ、そうだわ、あの今の下台湾ですわ。で上が多分あの上海だと思いますね。あ、台湾に港はないのかい。あ、これ台湾ですね。ということはもうじき日本が見えてくるんではなかろうかと。あ、台湾ないですね。西海岸は私通りましたから、うん、見っけられなかったってことは台湾には港はないと。でこの辺が上海ですね。このへこみら辺が上海ですね。この上ら辺がになりますね。でそのまま登っていくと、もうじきここが黄海になるのかな。右側に朝鮮半島っていう形ですね。これが朝鮮半島になりますね。こちらはね、あ、瑞春港を見つけました。このマークって何もないんだっけ。ちょっと行ってみましょうか。はい、エニコさん公開レベル上がりました。私は上がらなかったのね。これ多分何もなかった港ですよね、のような気がしますけど。は？ああ、そっか、またキーボード。あ、ダメなのか。ああ、なんもないんだね、これ確か。ああ、なんもない、なんもない。出ていこう。夜だけ無駄でした。ないよね、なんもね。確か前もそんなんだったから。うん、ないない。で右のね、数字が全然出てきてませんからね。はい、出航しましょう。はい、31日。あ、いいでしょう。うん、補給はしなくても。多分日本でね、補給すると思いますんで。そうなりますね。うん。で、こっちもうちょっと回って。これ入っていけるんですが、あ、これあれかな。どっちだっけ、ヨースコとコウ、コウガでどっちが北だったっけ。あ、わかんないな。三国志結構読んだのにね。はい、集落発見しました。あの、あれでしたっけ、孫権さんたちが行ったあの五の国の方がコウガでしたっけ、だったような気がするんですけど、自信がないな、これまた。はい、上陸しましょう。あ、しまった。はい、一回出航しましょう。セーブするの忘れてますわ。昨日ね。はい。また27にやっつけられるのかな。なんか27という数字あるんでしょうね。はい。で、艦隊。で、逮捕探索、何も見つかりません。いいでしょう。はい、出航しましょう。で、こっちかな。おお、長安港を発見しました。あ、じゃああっち寄って、帰りにあっち寄りましょうか。あ、長安、そんなとこまで入ってる？へぇ、長安って言ったらかなり深いですよね。内陸の方になりますもんね。
生徒の方まで回っちゃうの？ぐるーっと回っちゃってますけどね。あー、もう名もなしか。名もなしだね。腸がんよって補充して、食料の補給を受けて行きましょうか。あ、時間よくなっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。大航海時代2終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。